6月の27日に誕生しました。誕生が分かったのは、前もって支度しておいた巣箱の中から子供の泣き声が聞こえたことで生まれたことが分かっています。ところが今のところ子供が、出てこないので、このところレッサーパンダやマーコール、本州鹿などの赤ちゃん誕生の嬉しい話題が続く川崎市夢見ヶ崎動物公園。今年も夏休みを利用して子どもたちのための夢見ヶ崎動物公園サマースクールが開かれました。これは市内の小学校 5,6 年生を対象に動物園の役割や動物との正しい触れ合いを学んでもらおうと毎年開かれているもので、参加者は60人、グループごとに分かれて4日間にわたって行われました。動物たちの餌作りや飼育作業のお手伝い。餌はお腹を空かして待っている動物たちに直接手で与えます。ワオキツネザルのワオっていうのはこの尾っぽのこの黒いね、しましまこれがワニ。そして飼育係の人の話を聞きながら動物観察。楽しい動物園のサマースクール、子どもたちの興味は尽きません。